橋本さん、はい、今日はですね、どれだけこの我がハーモニープロモーションのことであったり、まあ、鮫島であったり、まあ、私、北島のことをどれだけ知っているのかっていうのを、ちょっとクイズにしてですね、はい、まあ、ただ、ハーモニーに入れれば、誰でもわかる。まあ、もう5問。あと、鮫北チャンネルを見ていれば、必ず正解できる問題にはなっておりますので、制限時間10秒です。拓殖大学。あ、正解です。簡単じゃん、こんなの。簡単ですか？サメちゃんの方？はい。サメちゃん動くの？そうなんです。え、北島くんの方じゃないの？じゃないんです。僕は何度か言って、鮫島も言ってるんですよ。10、9、8。食べ歩きの部活とか？まだ大丈夫です。5、4。サメちゃん何やってたの？ボール、2、あ、なんかボール役とか。ボール役って言いたいところなんですけれども、正解は柔道部になります。あー、そう！漢字検定とかやってますよね。10、9、ね、8、7、6、経済学部か、法学部か、4、3、2、文学部、どれか。正解にしましょう。文学部です。優しいね、ずるいね。10、9、はい、な、正解です。やった。ちなみに、ではその結城まおみさんの出身県はどちらでしょうか？あ、じじまるじゃん。10、先輩はわかりますよね。そう。6、佐賀県。正解。やった。橋本さん、優秀です。はい。5問中4問正解ということと、ただですね、一応これ基本的には全問正解できて当たり前という感じで作ってはいるので、ちょっと全問正解しない方あれにはですね、まぁ、ちょっと、まぁ、これはですね、ちょっと今すぐにではないですけど、視聴者プレゼントなんかもあるのかなと。バレンタインデーって季節柄もありますし、バレンタインデーだね。そうなんですよ。まぁ、今ここで何かをっていうわけではないので、ちょっと実は来週、もう一回橋本さんに直撃しますので、その時にちょっとプレゼントを、用意していただくことって、できますか？いいですよ。ということでですね、今皆さん聞きましたか？橋本さん、来週の放送で視聴者用のプレゼント、お持ちいただけるということなので、来週の放送を皆さん、絶対に見てくださいね。見てください。あとは他のタレントさん、こうやって突撃クイズ行きますんで、ハーモニーのことちゃんと勉強しといて、鮫北チャンネルちゃんと見といてくださいね。恐ろしいよ。以上、クイズハーモニーでした。バイバイ。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。佐藤です。佐藤です。第58回鮫北チャンネル始まりました。はい、始まりました。このチャンネルでは、ハーモニープロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャー鮫島と北島の個人的意見、感想をお届けいたします。はい、北島さん。はい。58回といえば、僕が昔ソフトバンク、今大好きだった。告知参ります。はい、安めぐみです。はい、2月17日土曜日、カンテレ、はい、カンテレビ、虹色 G に出演いたします。はい、こちら、スタジオのゲストで、生放送です。ぜひご覧ください。見てください。あせですね。はい。あせですね、17日、TBS ですね、人生最高レストランに出演いたします。はい、橋本まなみです。はい。21日、はい、テレビ東京、はい、家ついて行ってもいいですか？はい。これめちゃくちゃ面白いですね。そうですね。いやー、実際僕もついてきてもらいたいですよ。いやいや、実際ついてこられると結構しんどくないですか？大丈夫ですか？僕は逆にね、目立ちたいんで、そうです。はい。グローバーなんですけれども、これね、最近ちょっと話題になっている、ビートザ Q ですね。夜8時と夜9時の1日2回、実はこのバズビデオというアプリの中で、クイズ番組を実は、グローバーも MC の一人としてやってます。毎回 MC ってことではなくて、何人かでちょっと回してやってはいるんですけれども、12問クイズが出てくるので、全問正解すると、賞金、多いのは1000万円を、その全員正解した人たちで山分けっていう形で、日によっては本当に1万円とか山分け金額がなってたりとかってしてるんで、ぜひちょっと皆さん参加していただいて、ぜひ楽しんでいただければと思います。じゃあ、今週以上で。
じゃあね。チャンネル登録よろしくね。